2015年9月7日、韓国ニュースによると、海外で収監される韓国人が年々増加し、直近の3年間では、賭博と売買春で捕まる例が急増している。7日、韓国外交部が提出した韓国人の海外収監者現況によると、昨年末現在、海外で収監されている韓国人は1257人で、12年の1002人から、3年で 25.4% も増加している。昨年の収監者は、世界41カ国に及び、うち最も多いのが日本の475人で、全体の 37.8% に上った。次いで多いのが中国 27.0%、米国 18.5% だった。累計別では、賭博が12年の29件から、昨年は50件に 72.5% も急増。同じく、売買春は7件から12件に 71.4% 増加した。これについて、韓国のネットユーザーからは、次のようなコメントが寄せられている。刑期を終えても韓国へは帰国禁止に。外国でよしなに処理して。売買春は韓国で違法だから、海外で外貨を浪費するんだろ。これで慰安婦の問題を主張するのは恥ずかしくないのか。日本が全体の4割か。法を守らない人ときちんと守る先進国との違いがわかるね。日本に400人以上も収監されてるとは。海外に住んで感じたのは、マナーがなってないということ。